上、ビルマをオレンジ色、下ビルマをピンク色で示した、イギリスの地図上ビルマは、ミャンマーの地域名で A アワディ川流域の平原部の内上流域を指す。本来、上ビルマは、下、ビルマと共に、明確な境界が存在しない地理的故障として、用いられていたが、イギリスへの下ビルマの活用によって、ビルマ王朝とイギリス植民地の間に引かれた明確な境界を持つ。 土地区分としての意味合いも有するようになる。マンダレーボン地中央部にはサブカ型の塩湖がいくつか存在する。土壌の大部分は差し付け軽く、養分は比較的貧しいが種類は多く、棘の少ない低木が繁茂する。ウエビルマはサバナ気候に属し、エイヤワディ川ワ流域では灌漑による水田工作が盛んに行われていた。 河川の水位が下がる寒気には、エイヤワディの中石地や中タを耕し、玉ねぎ、唐辛子、タバコ、豆類などの作物が栽培される。上、ビルマでは豆類、ゴマが伝統的に栽培され、植民地時代に入って、麺、砂糖、キビ、落花生が栽培されるようになった。最初のビルマ族の王朝である、パガン王朝は上、ビルマに建設され、 アバ王朝などの多くの国家が上ビルマに首都を定めた。1852年の第二次英明戦争の後、コンバウン王朝はイギリスにエーアワリー川下流域の平地部を割上する。1885年の第三次英明戦争の結果ビルマ全土がイギリスの植民地とされると、政治、社会、経済の中心地は上ビルマから下ビルマのヤンゴンに移る。しかし、 伝統的なビルマ文化の精神は上、ビルマに宿っていると考える人間は多く、最後のビルマ族の王朝である、コンバウン王朝の首都マンダレーは上ビルマの文化、経済の中心地となっている。ありがとうございます。